衛生陶器製の和風便器衛生陶器製、洗面台衛生陶器は、浴室や便所など主に水回りに用いられる、セラミックス製の器具の総称。具体的には、洗面台、便器、浴槽、ビデ、お物流しなどを指す。アメリカで発明されたビトレアスチャイナという、溶化質素地の製品が普及しているが、元は多孔性の陶器質の素材が使われており、 陶器の呼び名はその名残である。吸水性がほとんどなく、汚れがつきにくく洗浄が容易表面硬度が高く、傷がつきにくいなどの長所がある反面、衝撃や熱湯などの高温により破損する場合もある。便器など複雑な形状の製品の製造には、主に石膏や合成樹脂製の鋳型を用いた成形法が用いられる。代替素材としては、放浪や 合成樹脂、ステンレスコーなどがある。衛星陶器は19世紀中期にイギリスで開発され、19世紀後期にかけてアメリカで技術が確立された。日本では幕末に以前の木製便器を模した陶製便器の生産が始まった。衛星陶器には陶器質素地が使用されていたが、1920年代にアメリカでビトレアスチャイナという溶化質素地が発明され、 一般的に利用されるようになった。日本には昭和初期頃に技術導入され、日本作業企画に品質が規定されている。ありがとうございます。